はい、今回は日本国内の交通事故の原因と言いますか？まあまその元となっていることについて考えていきます。公明党と国交省と自民党がですね。大きく関係しているまあ、そういった内容です。で、こちらの内容ですね。ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、例えば埼玉県川口のま事故とかそういったものもこれですね。公明党と国交省がま関係している可能性が極めて高いと。 であのライドシェアとかっていうのも自民党なんですが、後ろにです、ね、公明党が隠れてる、まあ、そういった、まあ、内容が考えられる内容です。で、少し前の話なんですが、自民党、公明党、国交省の,あの水面下でのつながりっていうものがありまして。 国交省の大臣はでですすねねまず公明党から選ばれるんです、ね、これ、利権が多分定着してるということで、まずこれをひっくり返していかないといけないと思うんですが、あすぐにひっくり返せないえ、極めて悪い状況にあります。で、自民党、公明党、国交省のおまあそのつな、まあ、がりといいますかあ、悪い水面下でのおまあ、手をつないでるっていうのは、これ、アベノミクスの時からなんですね。 だからよくあのアベノミクスについてですね、いろいろ言う人がいるんですが、3本の矢がどうのこうのとか、トリクルダウンがどうのこうのって言うんですが、すべてデタラメです。なぜかっていうと理由は単純です。国交省が統計偽装してたから。これ分かってるんですよ。全然このことを言わないんですよね。アベノミクスの3本の矢のうちの何とかでどうのこうの、そんなことじゃないですよ。国の機関が、国交省が統計偽装してたんですよ。え、その話は何なのっていう話なんで、そちらをちゃんと調べたんで、 お伝えしていきます国交省の指示でですね7年間改ざんしていたんですよねで、2019年以前のデータをすべて処分してるんですよ完全におかしいでしょこれ別に嘘でもなんでもないですよこれがアベノミクスの正体国交省の統計偽装が関係しているとうん。マスコミは一切報道しませんね これっていうのは私文書偽造とかそういった罪に問われるんですが自民、公明、えーね、国交省そういったものを癒着してるんで、えー、調べないんですよだから自民と公明、ねえー、池丸丸作と安倍晋三の闇なんじゃないかと思うんですよねだから自民、公明、国交省はい何でもやっても通ります何も問われませんどうかしてると僕は思うんですけど で、それで例えばもちろんね、埼玉県川口のその外国人の交通事故っていうのだって、そのや,やる人間がおかしいですよ。でそれをあの調べないともちろんいけない、えー、っていうことなんですが、その原因はどうなってんのっていう話なんですが、国交省が不正の温床と化してるわけでしょ。うん、このことをあの考えたらいいと思って、僕、この件をね、今回取り上げてるわけですよ。で もう少しちょっとわかるんで、そのね、国交省のまあ闇と言いますか、隠されている部分をちょっと考えていきますね。建設業の受注実態を示す、建設工事受注動態統計が、安倍政権2013年のときから、国交省がですねデータを二重に改ざんしていたということで、で保存されている電子データも改ざんしたということなんで、何がなんだか分かりません。 えー、国家ぐるみの、ねえー、偽装改ざんをしているんで、だから安倍晋三なんていうの全く信用できない、1ミリも信用できませんよ、自民、公明、えーね、この国交省とか、で、まあ、安倍と菅の時もそうでしょうね、えー、このお水増しして、アベノミクスの、えー、本当のことを隠してると、検証できないようにしているっていうことで、だからもうできないんですよ、す、う、べ、ん、て書き換えてしまったから。おかしいと思いません僕たち、日本国民からしたら、こんなおかしいことあるわけないじゃないですか。 でこの国交省の、ね、改ざんというものなんですが、これ、普通の会社でやったら、これ、逮捕されるんですよ、粉飾決算とか、そういったものに該当するんですが、アベノミクスは効果があったということで、国民を踊らせるために、うん、アベノミクスの偽装ですね、それに国交省が関係していたということです、森友学園の文書改ざんもそうですし、桜を見る会の文書廃棄もそうです、そのね、勤労統計、そういったものもすべて改ざんしていたと、だ国家単位でこういうのを隠していたということで、うん。 自民党、公明党、国交省、まあ、日本政府が、ね、犯罪を犯してるっていうことなんですよ。で検、えー、察もこの件、一切追及しませんかね、マスコミも。だから安倍晋三の時に、えー、三件分立がぶっ壊れているわけですよ。ぶっ壊したのは安倍晋三ですよ。日本に法治国家っていうものの形が崩れたんですよ。安倍のせいでね。うん、だから僕、安倍って大嫌いなんですよで。こういうことが分かってるにもかかわらず、安倍さんとかって言ってる人間いるでしょ。 どうかしてると思いますけど、日本の法治国家の形を壊して、三権分立を壊して、アベノミクスって出でたらめ、自民、公明ね、ね、えー、国交省と巻き込んでこういうことをやってる。自民、公明、国交省の腐敗です、これ。っていう、まず、その自民、公明、国交省の腐敗を、まずあの分かっていただいてっていうか、お伝えさせていただいて、今度はですね、こういったものがあのありまして、えー、ちょっと前なんですが、約1か月ぐらい前かな、 9月21日に、えーまあ、こういった投稿があったんですね、これはあの公明党かな、公明党の西田誠っていう議員なんですが、9月21日に外国の免許、日本の免許へ、時間がかかるっていうことなんで、まあ、急がせると、その際に日本語が十分理解できない申請者に対して対応するアプリを導入して、日数を、まあ、短くするように促していたと、えー、日本語がわからない人が日本の国内の道路を運転するということなんですが、当然、事故を起こす可能性が高いですよね。 これがですね、少し前から炎上してるんですよ。公明党の西田誠っていう議員がですね、えー、まあ警視庁に、えー、働きかけたと、日本語がわからない外国人に運転免許を出すと、うん、これっていうのはあ当然、ですね、日本語は読めませんので、えーね、何が書いてあるかわからない、つまり日本国民が被害に遭う交通事故が、ね、日本全国各地で起きるってことです。ありえないでしょ、普通に。 日本において日本語がわからない外国人があ道路運転してるってこんな怖いことないじゃないですか僕たち国民からしたらだから交通事故が増えたんだそりゃそうだろうねこの公明党の働きかけによってこんなことをしてるんだから公明党消えろって話ですよ自民党も、うん、事故を共に消えろって話国民にとってマイナスしかないから、うん、だって日本国民が国内で安全に暮らせないんだからねえ交通事故に遭う可能性あるじゃないですか で自故のしてることっていうのは、日本国民ではなく、外国人を優遇してるわけですよね、岸田が言ってた外国人が日本の宝とか、あどうかしてますけど、普通に考えて、僕たち日本国民からしたら、あ,ありえないし、えー、許せない話なんですけど、だからまず、あのこの国土交通省の大臣、あの国交省のこの大臣をですね、えー、公明党からなんとかして取り返さないといけないんですね。うん でこの日本国内で起きる交通事故、これがですね外国人が交通事故を起こしているこの原因というのは、あの自民、公明、国交省にあるんですよ、うん、これが。まあ直接的というか間接的というか、どちらとも取れると思うんですが、うん、だって道路上に書いてあることがわからないんですよ。僕たち日本国民が読めるものが読めない、それが分からずに事故に遭うのが、僕たち日本国民、どうしようもないじゃないですか。 自民、公明、消えろって話、普通に、皆さんもそう思うと思うんですよで。あるいは、国交省の大臣を公明党から入れ替えないと、この問題っていうのはあね、解決できないし、さらに状態が悪くなると。で、おそらくですけど、この少し前から言ってるライドシェアとか、あるいはタクシーの問題とか、トラックの問題も、これも自民、公明、こね、国交省の多分関与だとと思いますそののニュースもあっったのでちょっと考えていこうと思います。 タクシーの運転手の試験を二重言語で、えーね、多言語化に対応するということで国交省人手不足が深刻トラックバスタクシーのドライバー業界外国人労働者の活用検討いやいやいやそんなの検討しないでいいから日本人に仕事させてくれよって日本国民が今仕事がなくて困ってんだからさ別にそんなに無茶言ってないじゃないですか僕たち日本国民が日本国内にいて仕事がなくて困ってるわけですよ。 生活必需品の物価高であったりね、うん、給料が手取りがどんどん下がったり、あるいは仕事がなくなったりして、日本国民の声を考えろよって。うん、だ,だ,だが、考えずにえ自民、公明、国交省とお完全にこの外国人を優遇してると。で特にえ自民、公明、公明がですね、外国人移民の,お、まあ、推,進あの推進、移民政策を推進してるのは自民、公明、特に公明ですから、うん、だから。 この、ねえー、人手不足なわけでしょ人手不足なあこの運転業界ってことだったら日本人を働くようにするのが当たり前じゃないですか。うん、ライドシェアとか言ってないんで、日本人に、ね、タクシー運転手で働いてもらえればいいんですよ。タクシーだけではないですよ。今度トラックドライバーも不足してるから外国人労働者でって、うん、どうかしてますよ。 しかもこれニュースになってるんでそのニュースをちょっとですね、えー、ポイントを考えると外国人研修生には日本人の3倍のお金がつくってどういうことあ全く僕意味がわからないんですけど多分リスナー様もわからないと思うんですけどうんだからこういう自公政権が政治の舵を切ってる時点で僕たち国民苦しくなる一方ですよ本当に完全に国民のことを見下してるじゃないですか何なのって話 外国人労働者で人手不足をなんとかする。いやいや、日本人は働かせてくれよ。日本人仕事なくて今困ってんだから。い移民を受け入れて、トラック業界に外国人労働者をなん、まあね、とかするとか、全日本トラック協会、全国タクシー連合会、日本バス協会、どうのこうのとかって言ってるんですが、完全にこれ多分もう飲み込まれたんでしょうね。 でこの2024年の働き方改革っていうことで、2024年問題ということで、そのために外国人労働者を入れると、おそら,らくわざとやってんじゃないかと思いますけどね、2024年問題って言って、働く時間の規制が入ったわけじゃないですか、でトラック業界でなかなかね働けなくなったり、ドライバーが不足したということで、うん このトラック業界で、えーねえー、時間外労働の上限が960時間で1年間制限され、えーね、トラック業界ではドライバーをなかなか確保できないということで,でこの、ね、トラックを運転している人っていうのは給料が安くても時間外労働でなんとか収入を確保しているということなんですがこれができなくなったら辞、ね、めるじゃないですか辞めざるを得ないじゃないですか。でそしてえー その辞めたととこころに外国人を入れるっていうことで、うん、何やってんのか意味がわからないですけどね。わざとやってんでしょうね。自民、公明、えー、ね、えー、自民、公明、国交省と、わざとこういうことやってる、意図的にやってると思いますよ。なんで外国人の研修生に日本人の3倍のお金払うの、うん、意味がわからないんだけど、本当にあの岸田が言ってた、外国人は日本の宝とか、どうかしてますからね。別に、あの、丸別の話をしてるわけじゃないですよ。 日本人の雇用がきちんと整っている上でそれで足りないんだったら外国人に働いてもらう助け合いだってだったら分かりますよ。日本人の雇用が、ね、不安定なわけでしょ。なんで日本人の仕事を考えないわけそれなんでそういった自公政権が政権になってるわけ、うん、完全にどうかしてるとしか僕思えないんですけどね。トラックドライバーが不足したんで外国人労働者でなんとかしようってそれが問題なわけよその考え方がね。自民、公明、国交省がこれ日本の問題なわけですよ。 であるいはこの国交省というのは、自動車業界をわからないような形で潰そうとしたりとか、あるいは先ほどの、ね、運転免許証を外国人に優遇したりとか、でまあ、今度は公明党か、今回自民党の裏金議員の公認,公認をしたりとか、事故を揃って封鎖しているということで、マスコミが公明党の件に関しては一切触れないんですよね。おそらくマスコミのスポンサーに入っているから、触れないと思うんですけど。 とにかくこのことからも分かりますが自公政権が交代しないと日本崩壊あるいは日本国民がもう生活できないそういったところにあると思いますし生活してるときに日本国民が交通事故に遭う可能性っていうのがあるんですよだって文字を読めない外国人が運転してるんだからこんな怖いことないですよだから日本には安全も安心もないし少なくとも僕たちはそれに気をつけないとだからね まあちょっと、運転される方もいらっしゃるかと思うんですが、ね、その僕のお伝えした話は別に嘘でもなんでもないんで、気をつけていただければと思います。まあ、この話っていうのもかなり話題になってるんで、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、まあ、全体的に、まあ、分かる限りで調べてお話しました。また、この話のです、ねまあ、関連するものがあったらお伝えしようと思うので、今回はここで終わります。最後まままで聞いていいててたただきまししありがとうございました